使いますかね、これ。おお、来た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 。甘いもんが食べたくてしょうがない。ベラウォン。あそこにですね、マックがあるんですよね。マック。甘いもんがダメだと、せめてね、あのマックのフライドポテトが無性に食べたくなるんですよね。本当は甘いのが食べたい。帰り買っちゃおうかな、マック。毎日毎日この道です。 GoPro の4が出たみたいでですね、すごい欲しいんですよね。暗闇強いみたいだし。豪華な公園です。すごいね。ほんとちょっとだけ上がるとすごいいい夜景スポットがあります。ほんとここすっごい綺麗な夜景です。今日はすごいガスってますね、これ。23時行っちゃったから夜景が消えちゃいましたね、これ。これなんだかわかりますかね。マラソン用のボトルを入れるところにですね、ちょうどこのミラーレスが E マウントだとこれがちょうど入るんでレンズ入れてます。23時です。まあもうちょっとで12時なんですよ。でここは香港のピークよりちょっと上、ピーク広場よりちょっと上です。これイチローさんもかけてたって言われるモデル、白黒です。片方だけ白があります。ちなみにここは超高級住宅です。